57号ではシアターの2階に柱と底板、内壁とシンデレラのプレートを取り付けます。また熊野プーさんのステージをシアターに設置します。今回付属するパーツです。57号では50号で取り置いた底板 E と51号で組み立てた熊野プーさんのステージ、54号で組み立てたシンデラのプレート、54号で取り置いた内壁と56号で組み立てたシアター本体を使用します。はじめにパーツ01の柱に I の3箇所のオーブと段差部、パーツ02の柱に J の3箇所の凸部に接着剤を塗ります。続けて柱に I と J をはめ込んで接着します。次にパーツ03の柱に K の3箇所の穴を、パーツ04の柱に L の凸部にはめ込み、パーツ06のネジ3本で固定します。次に柱に I と J を丸い切り欠きが手前に向くようにして柱ジョイント K にはめ込みます。続けて柱に K と L を溝が手前に向くようにして柱ジョイント L にはめ込みます。さらに柱ジョイント K と L をそれぞれパーツ05のネジで固定します。次に底板 E を2箇所の凸部が手前に向くようにして4本の柱の内側にはめ込み、四隅の凸部を柱ジョイントの切り欠きに差し込みます。続けて内壁の矢印を下向きにし、柱に EF の溝と柱に GH の溝にスライドさせてはめ込みます。さらに前壁の裏面の2箇所の穴を底板 E の凸部にはめ込みます。次に熊野プーさんのステージの左右の LED 基板のケーブルをマスキングテープなどでそれぞれ壁に固定します。続けて熊野プーさんのステージをシアターの1階中央のスペースに背面から差し込みます。この時ステージの前面が前壁と揃うところまでステージを差し込みます。これで57号の組み立ては終了です。アッシャー。